可愛さ限界突破ガンユータ、ファンミでまさかの罰ゲーム。平野翔と神宮寺ユータの反応は、ナンバーアンダーライン愛の仲良しエピソード満載。ガンユータ、可愛すぎる行動で平野翔をノックアウト。先日、戸部の人気グループ、ナンバーアンダーライン愛のファンミーティングが行われ、メンバーである平野翔、ガンユータ、そして神宮寺ユータが、ファンに向けて温かくフレンドリーな一面を見せました。 ファンと交流できる貴重な機会で、彼らはリラックスした雰囲気の中で、まるで家族のように親密なやりとりを楽しんでいました。ライブの始まりにメンバー同士がじゃんけんをするシーンがあり、結果として平野翔が勝利しました。じゃんけんに負けた岸優太が、瞬時に兜をかぶって、罰ゲームを受け入れる姿が見られた瞬間、会場中に笑いが広がりました。 そんな岸優太を隣で見守る平野と神宮寺の表情も印象的で、互いの存在をとても大切にしていることがうかがえました。平野は、岸のその可愛らしい行動に思わず崩れ落ちてしまい、そのリアクションもまたファンの心をつかみ、SNS 上でも大きな話題となりました。彼の仕草や表情に、岸を中心にした愛情があふれていることが、ファンには一目瞭然だったからです。 この交流のひとときに SNS 上で多くのファンからの投稿が寄せられ、岸くんの可愛さにやられている翔くん、たまらない岸くんが最高に可愛すぎる、というコメントが溢れました。平野は、ファンの思いを代弁するように、じゃんけんで負けた後の士に、うわっと驚きの声を上げながらも、その一瞬に現れた騎士の純真さに打ちのめされたようで、彼に対する兄のような温かな眼差しが感じられました。岸も、 ジャンケンに負けた後のリアクションが一泊遅れた瞬間に、ああっと驚きながら兜をかぶり、無邪気に罰ゲームを受け入れる姿は、見ている側にも幸せを与え、会場には心温まる笑いが広がっていきました。この日、岸の可愛さに心を奪われたのは平野だけではなく、ファン全体も同じ気持ちだったようで、SNS には、岸君から抜け出せないという言葉や、何度も繰り返される、可愛いという表現があふれかえりました。 ナンバーアンダーライン愛のファンミーティングは、単なるイベントを超えて、メンバー同士の絆や信頼感が観客に自然と伝わるものであり、その魅力がファンを一層引きつけました。彼らの間には、友情以上の深い信頼があり、普段のステージでは見られないその表情や動きがファンの心をさらに引きつけます。彼らがステージで見せるパフォーマンスはプロフェッショナルでありながら、こうしたファンミーティングの場では、 自然体の彼らが見られるという特別な体験がファンに提供されているのです。また、岸のその反応は、ファンの間でも、ワンテンポ遅れる可愛さという言葉で表現され、他のメンバーとはまた違った彼の愛らしさが際立っていると再確認する声が多く見られました。さらに、神宮寺も横から微笑ましい表情で2人を見守っており、3人の調和の取れた関係性が、ファンにとってはたまらなく魅力的なものとなりました。 そして、この交流の場で感じられるのは、ファンに対する真摯な姿勢です。平野は、騎士と神宮寺が自身にとって大切な仲間であり、ファンとメンバーの距離が近い場所でこそ、自分たちの本当の姿を共有したいという気持ちが込められていることが伝わってきます。騎士のファンへの対応や、彼が罰ゲームを率直に受け入れる姿勢も、彼が持つまほめさと可愛らしさが同居しており、 ファンに対して誠実であるという印象が残ります。また、神宮寺も温かい眼差しで騎士を見守る姿が多く見られ、メンバー同士の強い絆がイベント全体を温かく包み込み、ファンに安心感と親近感を与えました。ファンとの交流を大切にし、笑顔や感動を共有することで、彼ら自身もエネルギーを得ているのだということが伝わってきます。SNS 上でのファンの反応も、 イベントの一環として重要な役割を果たしており、このようなファンとのやり取りを通じて、メンバーがファン一人一人に対してどれほどの感謝の気持ちを抱いているかがうかがえます。SNS では、ファンたちがこの特別な瞬間を共感し合い、イベントの喜びを分かち合っている様子が垣間見られ、岸くんの可愛さにやられたと笑顔で語る平野の姿に、私たちファンの代弁者になってくれたという声も寄せられましたまた。 神宮寺と平野が兄弟のように騎士を支える様子も、ファンにとって特別な思い出となり、こんな愛しい生き物たちは他にはいないという言葉が印象的に語られています。このようにして、メンバーとファンとの間には単なるアイドルとファンの関係を超えた絆が生まれ、イベントが終了してもその余韻は SNS 上で長く語り継がれています。ファンミーティングという機会は、日々忙しいスケジュールをこなすメンバーにとっても、 ファンと直接触れ合い、お互いの存在を再確認する大切な場となっています。特に、ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、パフォーマンスだけでなく、こうした交流の場でファンと心から向き合う姿勢が、彼らの持つ魅力をさらに引き立たせています。ファンもまた、彼らの素直で誠実な一面に触れることで、応援する気持ちを一層強めているのです。ファンミーティングはファンにとっても、 彼らの魅力を存分に感じられる場であり、SNS を通じて広がる感想やエピソードは、ファンの結束をより強くする要素となっています。これからも、彼らが見せる自然体の姿と、ファンとの絆を大切にしながら、さらなる成長を遂げていくことが期待されます。彼らがファンに見せる自然体の姿、そしてファンに対する思いやりに満ちた姿勢は、今後もナンバーアンダーライン愛の人気を支え続ける大きな要因になるでしょう。 ファンミーティングのような直接的な交流の場では、メンバーそれぞれの個性が垣間見え、ファンは彼らの舞台上の姿とは異なる一面に触れることができる貴重な機会となります。特に、岸優太のような温かく純粋なキャラクターは、平野や神宮寺と一緒にいると、その可愛さが一層際立ち、ファンの中でも、可愛すぎて目が離せないという声が後を立ちません。こうしたイベントは、 ファンとメンバー双方にとって思い出深いひとときであり、SNS 上で共有される感想やコメントは、さらに多くの人々が共感し、喜びを分かち合うことにつながっています。ファンは、ただ彼らを応援するだけでなく、彼らの一挙一動に対して心から感動し、共鳴しています。その反応は、時にメンバーたちが思っている以上に深く広がり、彼らの活動がどれほど多くの人々に愛され、 励ましとなっているるかを実感させるものです SNS 上にあふれるファンの声からも明らかなように、ナンバーアンダーライン愛のメンバーに対する思いは、ファン一人一人の心の中で強く根付いており、その関係は今後も深まっていくに違いありません。さらに、ファンとのつながりは、メンバーにとっても大きな力となっています。忙しい日常の中で、ファンとの交流から得られるエネルギーは、彼らがアイドルとしてだけでなく、 一人の人間として成長するための原動力にもなっていることでしょう。メンバーがファンに見せる温かさや親しみやすさは、決して計算ではなく、純粋な感謝の気持ちから生まれたものであり、その誠実さがファンにも自然と伝わっているのです。また、イベントでのエピソードや日常の1コマが SNS を通じて多くのファンに共有されることで、まだ、ナンバーアンダーライン愛を知らない人々にも彼らの魅力が広まり、 新たななファンを生むきっっかけにもなっています最後にこうしたファンミーティングの場が存在することは彼らにとってもファンにとってもかけがえのない時間であり今後もこの絆を大切に守り続けていってほしいと願わずにはいられません。